小笠原、嫌われてる？0対0で迎えた延長11回、4番手の斉藤幸喜投手が先頭の中野に左越えの二塁打を打たれると、一死三塁から近本にライト前への勝ち越し的自打を許した。1点を追う最後の攻撃は、先頭の四球出塁を生かせず後続を断たれた。打線は阪神の5人の投手に3発5安打に抑えられ、得点できなかった。先発、小笠原慎之介投手は9回途中4安打無失点と好投したが、2勝目はお預け。登板時には打線が38イニング連続無得点と報われない登板が続いている。小笠原はナイスピッチング、良かった。今日の継投結果は良かったけど、投手出身の監督ならエース相手に絶対にやらない継投、これで腐らずに投げてほしい。今のところ規定打席到達してまともな成績残せそうな選手が細川一人なんだから、そや点取れないよ。強打も盗塁もないし。ただビシエドと石橋が良さそうで、ブライトも調子上がってきてるので頑張ってほしい。頑張れチュニドラ。小笠原は安定感すごいね。打線が良ければ最多勝も狙えてる。問題は打線。中田も疲れが見えてきてるし、中地はまだ早いんじゃないか。相変わらずの采配だったわ。タッツ、あそこで変えるか。小笠原も不満そうだったよな。選手のことを考えていない。阪神タイガースファンだが、ビシエドがいなくて本当に良かった。中日ドラゴンズの首脳陣はなぜビシエドが一軍昇格させないんだ。俺が小笠原ならさすがにグレるわ。会社辞めるわ。立浪&片岡、米村&松永の体制の限界だと思う。体制を見直さなければいけない段階だと思う。